ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第14節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、前半戦が始まります。おっと、ファールを取られました。シュート！コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。これは気をつけないと。中に絞ってきた。これはピンチ。センタリング、よくしのいだ。ふわっと上げる。ハイボールを競り合う。スライディング、シュート。折り返す。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ、後半戦キックオフです。主審にファールを取りました。キーパーの指示が伝わっていないのか。後半10分が経過しました。中へ放り込む。クロス。ゴール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 。
ついに先制点を持っていかれましたね。そうですね、そろそろゲームプランを変えないと試合に勝てないですよ。壁パス、シュート、これはファウルです。シュート、コーナーキックです。さあチャンス到来、ハイボールを競り合う、シュート、スローイン、試合時間は75分が過ぎました。スローイン、このまま終わってしまうのでしょうか。シュッ、ゴール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 、アンビリバブルゴール、ここで追いつきました。さあ、危険なタックル、これはイエローカードを取られました。少しレイトタックルでしたね。ハイボールを競り合う、前が空いた、放り込んできた、ハイボールを競り合う、ここで笛です。同点のまま試合終了、手に汗握る熱戦でしたが引き分けに終わりました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。